はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。もうおなじみになりました食べ物動画でございます。今日はもうずっとね、昨日から雨が降り続いてまして、今日は本当に天気も悪いのに持ってきて寒い、でも大寒波も来るというところですので、こう見えてもいつも食べることっていうか食事のことを考えてるんですね、うん、でそれも地元の、まあ、食材とか地元の産品を生かして何かできないかなっていうことを考えておりまして、別にレシピ確立じゃないんですけど、いつものようにお試しやってみる、やってみた動画になりますけれどもよろしかったら最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そしてもしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。あともうちょっとで5000人登録になりますのでよろしくお願いします。ということでですね、今日のメニューは、もうかったちゃん、今日のメニューはチーズフォンデュです。こうどうするかなずっと思ってて、そうフォンデュね、フォンデュ、はい、うん、チーズフォンデュなんですけれども、はい、本来チーズフォンデュってもう そもそもチーズフォンデュの素みたいなものが今販売されていて、もう間違いなく美味しくできるだったりとか、あとレンジでチンってしたらすぐ食べられる一人用のね、フォンデュとかも出てるんですけど、ちょっと今日は私挑戦で、あの何まだ最初から挑戦挑戦食べさせる身にもなるうち、これなんかもしかぼすを絞るとか、あそういうことやな、あのどうなるかわからない、味は保証してないんですけども、はい、まあ大体チーズフォンデュっていうのは、はい、チーズと、うん、まあ、とろけるチーズにですね、うん、片栗粉をちょっとまぶして、うん、そして白ワインを入れる、うん、もしくは牛乳を入れるっていうのが定番なんですよ、うん、で今日私ふっと思ったのが、うん、まあ、白ワインって大体14度ぐらいの度数ですよね、うん、ワイン焼酎を入れて少し水で割る形を取れば悪くないのではないかと思ったところでございます、まあ、うまくいくか分かんないよ、やったことないんで。でそれにですね、ちょっと酸味を足す形でかぼすを入れてみようかな。いいね、カボス。やっぱ自社のものはやっぱりね外せないので、はいはい、よかった、カボス鍋じゃなくてあれついかったきなあれで惜しかったけどあれ口が慣れたらあれもよかったけど、うん、たまあ、ちょっと今日は、はい、チャレンジチーズフォンデュということで、はい、やらせていただきます、はい、一応チーズフォンデュなんで、何言った、これね、ニンニクです。あ、ニンニク大好き、ニンニク、うん、これが焼酎、うん、これね、焼酎 50cc 入れてみようと思います、はい、でこれは群鶴酒造さんの工場の月、うん、あ、盗んだあったっけ社長の晩酌をいただき、はいはい、でこれを入れます、はい、でこれだけだったらちょっと度数が強いので、うん、これに同じ量の 50cc のお水をちょっと入れて、これは薄める形を取ってみようと思います。アルコールは飛ぶんですかね、やっぱ沸騰させるか。ちょっと思いますけどね。で、まあ、フォンデュはね、今日はそのもちろんこっちのメインの、チーズの方ももちろんなんですけど、こちらの食材もちょっとご紹介。立派なウインナーな。すごいでしょ、ウインナー。もうね、開けてびっくり。しつこいぞと言われるかもしれませんけど、うん、国崎通販。交代。交代。交代。なんでかっていうと。うん、手作り風のウインナーなのに激安、うん、しかも業務用って書いてて激安だったので、それで頼みました。でこちらがね、バジル、うん、でこっちプレーン2種類、ちょうどねこの人参で、うん、2つに分けてるんですけど、そうなんですよ、ちょっとね皆さんにお見せできないのが残念ですが、あれなんですよ、これね、ウインナーがブルブルブルってつながってた。ああ、そうなん、うん、それを切ってそしてボイルしました。本当に本当のウインナーって感じでつながってました。こっちはもう最後のユミちゃんのトマト、ミニトマト、まだあったんかいって感じなぐらいに、うんうんうん、すごい新鮮なので、冷蔵保存でずっとねいい感じで残ってました。まあ後で味変でちょっとお試しでですね、うん、我が社のカボスですね、ここにぶち込む、
そうそう、入れてみたらどう。だけど、まあ、ね、まずは入れないで食べてみて、うん、それから変化を持たせようかなと思います、はい。今日ちょっとブロッコリーがあればよかったんですけど、なかったので、うん、だからまあここにあるもの、人参とじゃがいもと、色ちょっと悪くなりましたけど、さつまいもと、さつまいも、まあ、卵があったんで、ゆで卵にして準備しました。はい。今こう、お口直しにサラダ、ディープサラダ準備してます。はい、かもしかで、またわかんないんですけど、うん、これにちょっと味見ながら、うん、オリーブオイルを入れるとまた変わってくるかも、かもですよ、うん。このオリーブオイル美味しいね。美味しい。もうね、実はこれ火を通すグレードのものではないので、うん、生で食べる生食用のオリーブなんですよ、うん、このオリーブオイルいいよ。これに入れるのはちょっともったいないですけどね、うん、だから逆にかけて食べる、うんうん、フォンデュでつけて、でオリーブオイルかけて、うん、オイルをしてのがいいかもしれないですね、うんうん。あ、いい感じですね、うん、だいぶいい感じにこう馴染んできました。はい、これずっと火で下からすると焦げるんですけど、はい、このね、調理器って保温が効くので、はい、保温しとけばあんまり焦げつかないというメリットがあるんでね、これを使ったんですけど、うん、ガス火とかああいうのだったらちょっと火をかなり弱くしないと焦げつく可能性がありますね、うんうん。香りはどうだろう。香りは焼酎の香りっていうよりも、うん、こういい感じでニンニクとなんか相まったいい香りに、あ、そうですなってますね。これはいいかも。ではどうぞ召し上がりください。ウインナーからいい。どうぞ。こっちバジルとこちら。じゃあ最初プレーンで。はい。じゃあウインナーから。はい。国崎通販送料無料。しつこいち言われるよ。バカたち。あ、なんない。一回漬けでお願いします。はい。ではいただきます。うん、うん、焼酎感はないですよ。美味しいな、うん、これ焼酎いい、うん、うわ、うん、ポンデュ焼酎いい、うん、美味しいね。美味しい。ちょっと野菜でやってみていいですか。どうぞどうぞ。ウインナーはどうしてもそのウインナーの塩味があるから、ね、あるから。うまいな、これ綺麗ね。マシコゲな、マシコゲ。うん。いいと思う。あ、いいや。珍しくこれはいいと思う。なんか珍しく。実験コーナーにしてはこれはいいと思う。うん。ま、う、あ、ん、もう早速なんか。でも後口にやはりちょっと焼酎感は少しある感じがします。いや、それはないと終わりよ。入れたんじゃない。まあそうやな。でもほらアルコール苦手な人はどうかなっていう。まあこれはやっぱりアルコールがダメな方とか子供さんには向かないでしょう、うんうん。これこっちに入れるよりこっちにつけた方がいいかもね。バジルいきます。ウインナーバジル、バジルが入ってるんだよ。みみちゃんこのトマトで、うん、なんで切れる、うん、このかぶつけた、うん、まだ切れる、うん、美味しいわ、うん、トマトめっちゃうまい、合う、今俺かぶす果汁つけたやん、うん、めっちゃうまい、相当美味しい。これ甘みが増した感じ、うんうんうん、ちょっと火を置いて、うん、それにフォンデュのチーズとカボスの酸味が入って、うん、めっちゃうまい。うん、これカボスつけた方が美味しい。あ、ウインナーも、うん、これでもこっちにカボス入れるより、うん、こっちにつけて食べるがいいかも。カボスに変に火を通すんじゃなくて、うんうんうん、いただきます。トマト、じゃあウインナーかぼす、おお、
酸味強いね。うん、ミニトマト合うね。合う。これはね、なんか口がさっぱりするのと、うん、ミニトマト合う。うんうん、それもしてみない。なんでそんなうまいこと切れるの。いや、私さっきちょっと苦戦したんだ、うん、トマトの時。うん、じゃがいも美味しい。うん、苦戦しよう。あさつまいもはいいんじゃないの、甘くて。さつまいももどうする。甘さとこの焼酎の香りとかぼすの酸味がいいんじゃないかな。うん、うん、あ、どう。芋系がいいね。本当。うん、さつまいももいい。なんかチーズが中を取り持つ感じがする。あの多分ね、デンプン質にいきなりかぼすって、うん、結構そんなに合わないイメージがあるけど、うんうん、これがいいな。おいしい。これは本当おいしい。あのめったないヒット。めったないヒットって言ったら変やけど、かぼす鍋とか、うんうん、いろいろチャレンジはしてきたものの、うん、本当にそれをレシピ化するかどうかに、ね、ものすごく疑問符があったりとか、まだまだやなとか思ったけど、うん、これも早速レシピ化しちゃおう。ちょっとこれだけもらっていいですか。どうぞ。でもまたチーズにもよるかなとは思うけどね。あー、うん、メーカーさんとか。なるほどね。うん、まあ、あとさつまいももなんかこのチーズの塩味とこのさつまいもの甘さがなんかいい感じやね。それに美味しい、美味しい。でね、不思議なことに多分これアルコールが飲める人限定にきっとなると思うんですけど、そうね、うん、ワインで溶くよりも後がさっぱりしてる感じ。食べ飽かないというか、うん、あの口が もったりしないというか、うん、チーズなのにね、うん、そんな感じないですか。なんかさっぱり感というか、ワインがちゃんと入ってる感じはあんまり経験したことないんで。すいません、問いかけが間違ってました。うん、なんかね、そうなんですよ。おいしい。これちょっと純ちゃんに伝えたい。純ちゃん、うん、純ちゃんに伝えたい、うん、なんか本当にこのね、焼酎でできるから、うん、めっちゃうまっ、ね、美味しいわ。なんか純ちゃんとこの一品にしてほしいな。いいね。うん、一応分量、うん、見ますね。はい。はい、まあ、あのお試ししたいなと思う方はのお試ししてみてください。でもこれ、はい、確立したレシピではないので、あくまでもご家庭で楽しむということを前提にお願いいたします。ですね、今日私が試してみたのはとろけるチーズ、まあ、あの市販品のとろけるチーズですね、を 200g に片栗粉をですね、大さじの1/2強を最初にあのこう絡めておくんですね。チーズ自体に絡めておきます。で、にんにくを、そうですね、今日ちっちゃかったから2かけ使いましたけど、大きかったら1かけを半分に割った形にして一緒に投入します。で、あとですね、今日使ったのは群鶴酒造さん の一般的に市販されている工場の月かな、はい、社長の晩酌の麦焼酎を拝借して 50cc 使いました、はい、でそれをちょっと度数が高いので埋めるという気持ちで水を同量 50cc 入れてます。それを温めるだけ、うんうん、そしたらこういう風に、まあ、フォンデュになって、うん、形が整いました、うんうん、あとそれにですね、お好きな茹でたもの、まあ、今日はウインナーなんですけども、鶏肉だったりとか、まあ、豚肉だったりとか、うん、でも本当美味しくいただけると思います。あとは海鮮、はい、エビとかイカとかホタテとか、ね、そういうのも美味しいと思います。美味しいですね、うん、まあそんな感じです、うん、これが美味しかった。カボス果汁をつけて、そうで、おすすめはあのカボス果汁、フォンデュから出してちょっと果汁をつけるとか、まあ、オリーブオイルちょっと試してみないけど、あ、本当や、ちょっとオリーブオイルも、そうやな、ありますね、はい、
これで食べてみる。オリーブオイルの、こうオリーブの爽やかな青い感じの香りがなるので、またカボスとは違った。これはこれで、これチーズなくてもいいかも。オリーブオイルオンリーでも。ああ、なるほど。うん。ああ、なんかわかる気がするな。面白いわ、これ。まあ、一つのご提案として、チーズフォンデュプラス何かをつける。今日はカボス果汁とオリーブオイルをつけるっていうのを試してみました。いつものたわいない食の実験にお付き合いいただき本当にありがとうございました。今日のチーズフォンデュ合格というかすごくいいです。騙されたと思って試してみてください。騙してないです。本当に美味しいです。で、今日の使った焼酎は麦焼酎、大分県麦焼酎がメインなんですけど、麦焼酎でやってみました。他の焼酎でもし各地ありましたらお試ししてみてください。何でも食は試してみるのは楽しいですよ。それではまた次回のとよたま散歩でお会いいたしましょう。とよたまでした。バイバイ。